はい、なんか最近狩りをするがね、狩りモンスターを倒すのが飽きましたね。なんかこうピッケルを振ってる方が楽しいみたいな。それでして今回は、ね、ベアライト石を探そうと思います。まずというかね、それが目的なんですけど、サイトを見たらまず5にあると、水没林のね。はい、雨が降ってるようなエフェクトっていうか、その描写されてますけどね。なんかまあね、 PSP の時には頑張ったなと思うかもしれないですけど、ね、PS3 でこんな雨の表現されたらすごく悲しいみたいなまあどうでもいいですけど、で次は6か、ここですね。確か何でしたっけな、空中で尻尾を切る、あ違うか、空中で敵を倒すとモンスターが消えるんですよね。確かそんなことありましたよね。確かそんな記憶がある。だからそのジャギー系とかがね、なんかこう飛びかかってきた時にね、こう切り殺しちゃうとね、あ消えたみたいなことが起きるんじゃないかなって。どこでしたっけ、もう一つありましたよね、なんか思い出せない。上か、めんどくさいなこっちか、どこら辺に登るんだっけな、そこか。ちょっと虫は気持ち悪いですね。なんか本当。処分。殺処分ってどこですかね。メザー装備でもいいかもしれないですけど、もうめんどくさくてね、本当。あとは12あるみたいですね、ポイントが一つ。ただ私はこういう動画を撮りたかったんですかね、やっぱこう。なんていうのかな、やっぱ自由であるべきだと、ね。好きな自由とね、決められた自由とは全然違うみたいな。終わりか、終わりっぽいっすね。間違えた。てててて。
クエストクリア。もっと綺麗な字は書けなかったのだろうか。オートセーブでもいいんじゃねえかな。まあね、リタイアマラソンって言葉があるくらいですからね。あ、でもオートセーブでいいや。あの、ランスをね、強化したいなと思ったんですよ。ナイトランス作りたいんですよ。足んねー。足りない。さあ、で次は何しましょうかね。本当もう体験ってね、モンスター倒すの飽きましたんですよ。本当砥石しか出ない。これはひどい。今度は雪山の方に行って、雪山はね、アイシスメタルでしたっけな、そんなのしか出ないですけど、今度雪山で採掘しましょう。雪山ってか、まあ凍土って書いてありますけど。まあでもね、セカンド G の時はいつもね、山登りしてね、狩りに行かないといけなかったから大変でしたよね。今はなんて楽な世界。さて、雪山の採掘ポイントはすっかり忘れましたね。まず2から行きましょう。2にベアライトの見えてるみたいですね。ブヒ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 。では4に行きましょう。4は採掘ポイントが2つみたいですね。前と横。はいはい。地の石か。なんておぞましい。次は5に行きましょうかね。5555はこっちみたい。5は3つみたいですね、ポイントは。ガウシカか。いや、みんなガウシカの角集めましたよね。なんかセカンド G の時、そんな記憶が。何かを作るために必要だったという記憶しかない。まず右を見ろ。あとはなんて来たね、玉ぐらが。ライトクリスタルゲット。ラッキー。
そんなに俺のことが好きなのか。気持ち悪いなぁ、ほんと。悲鳴。ああ、離れちゃった。6人もあるみたいですね。6人行きましょう。いらん。お断りします。6行って7で終わりですね。なかなか有意義なね、採掘ツアーでしたね。当たんねー。うわ、来るなー。この必死に振り回せる感がありますよね。終わりか。お、根性があった。では帰りましょう。いやー、ほんと採掘してるだけの動画。まあ、ポケポイントも少しもらえたし。ベアライトが一つもないな。ライトクリスタルばっかか。まあ、欲しいものは手に入ったんでね。鑑賞ありがとうございました。そろそろいい加減ね、モンスター狩りに行こうと思います。では失礼いたします。